したか、龍馬、竹千代。ここを覚えてるか。おやっさんが死んだ場所だ。忘れるわけがない。この一年で土佐は変わった。だがここだけはあの日のままだ。俺がそうさせた。あの日おやっさんはな、俺ではなく龍馬、お前に土佐勤王党を託すつもりだったんだ。何？気づいてなかったか。お前はそういうやつだ。昔っから人のために自分を投げ出してしまうくせに、手前のことになるとさっぱりだ。俺はお前のそういう甘さが許せなかった。そんなお前に土佐を託そうとしたおやっさんもな。お前は勤王党の名手でいたいがためにおやっさんを殺したっていうのか。前にも言ったはずだ。一回の合子が土佐を、ましてこの国を変えようと本気で思うなら、手段などこだわってはいられない。革命には血が必要なんだよ。お前やおやっさんのような甘いやり方じゃ世の中は変わらないんだ。だがおやっさんの考えは変わらなかった。だから俺はおやっさんの意志を引き継ぐためにおやっさんを殺したんだ。意志を継ぐために殺すだと？そんなバカな話があるか。おやっさんの意志は土佐を変えろってことだ。だがおやっさんはその手段にこだわりすぎた。血を流さない方法にな。だからおやっさんの意志を邪魔しているのは他ならぬおやっさんの存在そのものだったんだよ。おやっさんの目的を果たすために育てられてきた俺がその障害を排除するのは当然のことだろう。竹千代、お前こんなこと言ってもお前に理解されないのは分かってる。お前はおやっさんによく似てるからな。芹沢カムにおやっさんの暗殺を依頼した時から俺はお前の名、坂本龍馬の名を語るようになった。なぜだかわかるが、俺とお前どっちが正しいのか、ケリをつけるためさ。俺は俺の信念を貫き、死で世界を変える道を行く。新選組にいればいずれもう一人の龍馬の噂は耳に入るだろう。お前なら何もしないわけはない。坂本龍馬の名はお前への挑戦状だったんだ。挑戦状だと？坂本龍馬という人間は歴史を血で塗り替えた男として語り継がれるか、それとも吉田東洋と同じ道を歩んだ男として語り継がれるか。俺とお前のこの一年はその決着をつけるための時間だったということだ。どちらにせよ坂本龍馬は歴史を変えた男として名を刻む。おやっさんの意志を継いだことに変わりはないと思わないか。バカなことを言ってんじゃねえ。そんな勝負にどんな意味があるって言うんだ。俺にとっちゃそれが何よりも重要だったんだ。そのためならどんな手も使った。お前の動きは逐一報告させたよ。新選組の山崎、それに宿屋の女を使ってな。お龍のことか。
全てうまくいっていた。お前がサッチャの中を取り持ったこともうまく利用して、この国に倒幕戦争を引き起こす寸前まで持っていくこともできた。だが大政奉還まで成し遂げちまうとはな。あれには俺も奥の手を使わざるを得なかった。それで京へ日を。ああ、だがそれすらお前に乗り越えやがった。まさか本気の伊蔵すら倒すとはな。愛する女の裏切りさえ受け入れた。どこまで行っても変わんねえよお前は。だからお前をここへ呼び出したのさ。俺とお前、誰にも邪魔されず最後の決着をつけるためにな。それで初めて俺は俺の正しさを証明できる。兄弟。兄弟か、懐かしい響きだ。その言葉を聞くと心の底から熱いものが込み上げてくる。だがもう戻ることなどできない。坂本龍馬として生きた男は二人いらない。